阪神沿線にお住まいの女性の皆さんがもっと暮らしやすく活躍しやすくなるように、阪神電車が取り組む阪神女性応援プロジェクト、その役立つサービスや情報を発信しているのがチアフルカフェ。こちらのサイトでインタビューさせていただいたママさんをご紹介します。小さいお子さんがいらっしゃる方はぜひご覧ください。暮らしが優しい、生き生きしている、人と人がつながり新たな魅力が生まれる阪神沿線。水原さんのお宅にお邪魔したんですけれども、こう素敵なオレンジ色の T シャツ、はい、こちらユニフォームですか？はい、そうです。あずままの広報活動であったり、子育てシェアで お預かりをするときとかに必ず着用するユニフォームになっております。ママサポーターともね書かれていますけれども、実際にこのあずままの活動どんなものか教えてください。はい、子育てシェアというものを使いまして、顔見知りの方同士でお子様を預かったり預けたりというのが気軽に来やすくできるようなシステムっていうのを作っていこうっていうのを呼びかけております。実際に、この地域でどれぐらいの方が登録されているんですか？そうですね、東灘区だけでも、まず100人200人ほどは登録はされてますね。ただそこから登録だけしていても使えないというのがこのあずままのちょっと特徴にはなってしまうんですけれども、そこから一歩もう一歩踏み出していただく必要があるんですね。それが交流会で顔見知りを増やすっていう作業になります。そこから初めて使えるものになりますので、皆様どうかもう一歩先に進んでいただいて、あと私の方が交流会というのをイベント立ち上げて企画しておりますので、そこに参加してもらえればいいご縁があると思いますので。興味深い取り組みです。ありがとうございます。もともとは利用者でいらしたんですか？いえ、知ったと同時にママサポーターになろうと決意したものになります。それはきっかけは何だったんですか？そうですね、やはり地元、私の実家が遠いというところから、子育て、まずこちらに里帰り出産から帰ってきた時に途方に暮れてしまったんです。どうしようと。でその仕事も復帰したいなという思いもありましたので、その辺もちょっと視野に入れつつ、いろんなもの情報を見ていたんですけれども、その時にあずままさんこのサイトを発見いたしまして、でまずはその預けるというよりも子育て、自分の子どもと子連れワークというところにすごく惹かれまして、子どもと一緒にいながら社会にも貢献できるっていうところに興味を持ちまして応募させていただいています。ところで水原さん、はい、これから実際にお仕事ということで。あ、はい、そうなんです。お邪魔していいですか？あ、ぜひよかったら体験してみてください。ありがとうございます。ちょっとの間子供を安心して気軽に預けられるところがあればと思っても、気軽に子供を預けるわけにはと躊躇されている方も多いことと思います。その心配に対してどのようにあずままは対応しているのでしょうか？実はだってこんな今日撮影だから、カメラマンさん含めたくさんいますけど、人見知りしないし、やっぱりこういうあずままでいろんな方と交流してるのはちょっとお子さんにも、ね、影響あるのかもしれませんよね。そうですよね、いろんな環境にこう対応できる、お子さんにも なってくれるんじゃないかなって思っているので、ね、あずままの子育てシェアのいいところですね。えらい、全然動じないもんね、ちょっと気になるけど、実際にどういうところを注意してされてますか？はい、そうですね、やはり事前にお母様にまずお邪魔するのであれば、ここは触っていいですよ、触ってはいけませんよというところをしっかりと把握しておく。あとは、お子さんですね、特に依頼者の方のご自宅でお預かりするときには、お子様は普段ご自分のお家なので安全かなとは思うんですけれども、だからこそ気を抜かずにもともと目を光らせている必要があると思います。思わぬ事故というのがやはりお子さんはあったりするので、その辺は依頼者のご自宅であってもやはりしっかり目を光らせていく必要があると思います。こういうことをしたりするもんね。じゃあそれは危ないかもよ。なるほど。スマホなどでやっぱりこう簡単に
登録ができて、しかも無料でやれることと、1時間500円からという安い金額で気軽に利用できます。あと500円とか600円なのにちゃんと保険がついているので、安心して預けることができます。今水原さんご自身も一児のママでいらっしゃるんですよね、はい、でもまだまだ手は離せないですよね、はい、本当にそうです。一番、大変な時かとは思います。実際にこのお仕事との両立どのようにされてるんですか？そうですね、仕事というか本当に、最初にやっぱ子どもと家族優先でできるお仕事になるので、まずはそのプライベートの確保をしてから、まず自分があとは動けるところにあずままなりお仕事を入れていくというようなスタイルに今はなってます。お仕事でも地域と触れ合いますし、はい、実際の子育てにおいても地域と触れ合っていきますよね。そうです、それが一番感じられる仕事ですね。この深江っていう町はどんな町ですか？そうですね、本当にこう下町の感じもすごくありつつ、すごく便利でもあり、季節によったらこちらの広場で祭りがあったりとか、だんじりもあったりとか、そういう地域が本当に一体となっていろんな活動もしているっていう、すごく親しみやすい町だなというふうに感じました。水原さんは今後どのように活動していこうと考えてますか？そうですね、あずままの子育てシェアという頼り合いの子育てというのをもう少しこちら神戸の方でも広げていけたらと思っております。そのために交流会などで登録されている方をはじめ、まだあずままっていうのを知らない方にも積極的に広めていって、で皆さんがこうもっと顔見知りになる、実はこんな近いところに助けてほしい、助けるよっていうつながりがあるんだよっていうのを気づいてほしいなと思っております。今日の水原さんの話で、あ、こんなに頼られる存在が近くにいらっしゃるんだっていうことは分かりました。ありがとうございます。では水原さんのこの町で大切に思っていること教えてください。はい、こちらです。頼り合い、助け合い、深江という町なんですけど、皆さん本当に地元愛の強い方がたくさんいらっしゃいます。そういった中で、もっともっと地域の方とつながって助け合ったり、頼り合ったりっていうのができる、もっとみんな愛情深い町になっていけたらと思っております。いろんな世代を巻き込んで、もっとこの頼り合い、助け合いがどんどん広がっていくといいですよね。はい、本当にそう思います。はい、これからも楽しみに注目しています。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。顔見知り同士で子どもの送迎や託児を頼り合うあずまま、まずはネットで子育てシェアに登録から。地域の親子をサポートいたします。番組に対するご意見ご感想をお寄せください。抽選でご覧の商品をプレゼントいたします。現代アートの展覧会ロッコーミーツアート芸術散歩2016が開催中です。ロッコー山上をピクニック気分で周遊し、自然や眺望、文化、歴史といったロッコー山ならではの魅力を五感で感じながらアート作品をお楽しみください。鑑賞チケットは各有料会場ほかで好評発売中。詳しくはご覧のところまで。